企業に行かずにスタートアップ行っちゃうのか、交通事故みたいなもんですよ。人が運転してる車で事故られる。大企業の一番のリスクって面接してる面接官と配属先の上司が違うじゃん。どうもしゅんです。こんにちは。今回は相談企画といいますか、松原の方から田畑さんに聞きたいことがあるということで、はい、答えていただけたらなと思います。まず報告から言いますと、はい、就活終わって内定いただいたところを結果的に辞退させていただいて、うん、社員が一人もいないシュンダイアリーに第1号社員になることになりましたっていう報告でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。で、その報告を、まあ、いろんな方にしたときに、大学院行ったのになんかその名だたる企業に行かずにスタートアップ行っちゃうのとか、普通に疑問なんで、はい、みたいな。まあ、いかにも普通の大人が言いそうなことですよ。まあ、その声を聞いた上で改めて冷静にリスクとかも一応考えようと思ったんですけど、結論一切出てこなかったんです。おただ3つぐらい考えてきたんですね、リスクとなりうることを。でもリスクではないとは思ってる前提なんですけど、はい、一応お話しさせていただきます、はいはい、これそれで合ってますよねっていうか確認ってこと。もし今からお出しするもの以外にも冷静に考えた方がいいリスクがあったら教えてください。1個目のリスク、会社が潰れるかもしれない。これ考えたんですけど、なんかどの会社でも言えることだし、私がダイアリーに入社する理由っていうのは一緒に会社を作るところの面白さがあるので、うんうん、リスクよりもチャンスだろうなっていうのを思ってるので、ノーリスクなのか分かんないけど、そのリスクを分かって取った上で、うんうん、自分がコントロールするというか、要は車の交通事故みたいなもんですよ。人が運転してる車で事故られるったら自分の人生ってただの大惨事じゃないですか。自分がもし運転してて事故った場合どうするかことなんですよ。納得して取れる、だからリスクだと思いますよ。例えばさ、全日空とかさ、はい、JTB みたいなところに入ってさ、で3年前とかにさ入った人はさ、まさかボーナスが出なくなるなんていうこと考えてなかったんですよ、はいはい、私は潰れるかもしれない会社に入ったんだという覚悟を持って入った人が実際会社潰れてもこれそんなに困んないです。先輩社員がいない営業のノウハウを教えてもらうとか、そういうのがないっていうことがあるんですけど、私これは全くもってネガティブだと思っていなくって、今目の前に田畑さんいらっしゃるじゃないですか。1年2年上よりももっといろんな経験を積んだ方とこうやって関わる機会があって相談できる大人の方々がいっぱいいるので言葉遣い間違った時とか、近くに先輩が指導してくれるみたいな、多分一定あった方がいいなと思うんですけど、多分失敗する数は増えるだろうなっていう。そのいやだからでもこれも本当難しくてバランスなんですよね、はい、そういう口うるさい先輩方みたいなのが多すぎる会社の方が今俺多いと思ってて、どっちかって言ったら若者はそれで萎縮しちゃったりチラ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 見ちゃってるような方が多いのが世の中全体で言ったらそうだと思いますよ、はい、あとは常識で判断して別にどんどん呼ばれたことやったらいいのにっていう方向もあるけど、もしかしたらいわゆるビジネス一般常識から見た時にバランスをかけた行動を取ってしまうのかもしれないみたいなことが頭の片隅に置いてくる。それぐらいでいいと思う。いや常識あんまりなかったり結構ネジ外れてるので、なんかいいんだよそれは。何も安全地帯が踏み出させないやつをいいからお前らバンバン行けよっていう風にけしかけるべき時と、元気がありすぎてちょっといや良かれと思ってやってくれてるのは分かるけど、もうちょっとさすがにさ周りの空気を読んでとかっていう両方の極端なパターンがあるじゃん、はい、でも正直言うとこっちの人たちも楽なんですよ。ブレーキでもいいやつ、羊みたいになってるやつを消しかける方が大変、はい、先輩社員いないからこそある意味制限されるものがないから、もう自分流で走りまくっちゃって、そうそうそう、フロンティアをコーラを切り開けばいいんですよ。いきます。どうだ、研修制度がない。どうでもいいです、まあ、はい、どうでもいいです。でも大企業の研修ってぶっちゃけ仕事のための仕事になってる、はい、半年間も研修制度とかやってるくらいだから、もう営業に行かせてくれ、 NTT データとかそうだった。俺もう大学卒業したらさ高校に戻ったみたいに思ったもん、はい、必ずさ30人ぐらいのクラスに分けられて、はい、担任の先生みたいに課長がつけられて、はい、研修でも高校みたいだなと思った。最後です、作り構成ほぼゼロ。本当に欲しいんだったら自分が制度を作ればいいので、これもむしろチャンスだと思うんですね。なんか大企業とかだったら明日こういうの作りたいですって言っても絶対できないと思うんですけど、今のダイアリーの環境だったらそれを率先してできる環境な。例えばなんかこういう福利厚生があったらいいみたいなのあるんですか。通勤に1時間半ぐらいかかってて、そういう時に家賃補助が欲しいなとかっていうのもあるんですけど、そんなのも自分で提案して制度として仕組みとして作ればいいだけの話なので、
ノーリスクっていうことで結局俺がどうこう言うっていうよりなんか演説聞いてる感じでどうぞって感じで今考えたリスク以外にも一般的に考えられるリスクとかちゃんと考えておいた方がいいことがあったら教えていただきたいです。リスクっていうのは知らないから生じるんですよ。大企業の一番のリスクって面接してる面接官と配属先の上司が違うじゃん、ガチャ引いてるみたいなもんです。でたまたま自分が合わない上司とかになった時に大企業は逆にそこを人任せにしてるリスクがあって、だからベンチャーとかスタートアップに行く場合は松原さんみたいにしっかりインターンとかを、インターンもさ、最近のインターンもさ本当にさごままのとかごっこ的なインターン多いじゃん、 2,3 日で。でも私の場合は7ヶ月ぐらいですけどダイアリーでもうガンガンに働かせてもらったおかげで今この結果、働かせてもらったって働かされたのか層が薄いっていうことは逆に言うとそんだけ早く自分の出番が回ってくるってことでもあるし、それをいいことだと思うか訓練もなくいきなりこんなやらされてみたいに思うかっていうのは全然違うよね。確かになんかある状況に対してプラスに捉えられる環境だって思ってるので、私はダイアリーで頑張ります。はい、ということで視聴者の皆さんもタバさんの話を参考にしていただけたらなと思います。タバさんの YouTube チャンネル下の概要欄に貼ってあるのでよかったらチャンネル登録お願いします。ということでありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。